別府海浜祭は、大分県別府市商人が、浜の商人が、浜公園内にある別府市営の共同温泉である。別府海浜祭が位置する商人が、浜公園別府国際観光校の隣、別府八湯の一つ、亀川温泉の商人が浜にある。この浜は、1276年に一辺商人が、九州を訪れた際に上陸したという伝承が残る、海岸で、 商人が、浜という名称も、この伝承にちなむものである。ミシュランガイドの、ミシュラングリーンガイドジャポンで二つ星の評価を受けている。かつての天然さゆ別府では、古くから、海岸の砂浜に温泉が湧き出し、別府湾沿岸の浜脇温泉、別府温泉、亀川温泉の砂浜には、いくつもの天然砂ゆが整備され、大勢の当治客で賑わっていた。しかし、 国道10号の拡幅などで海岸が埋め立てられ、天然の砂湯を体験できる砂浜はなくなったために、1986年に唯一自然の海岸線が残る商人が浜に、現在の別府海浜砂湯が設けられた。その後、別府海浜砂湯は2002年に改築され、稼働式屋根を設置するとともに休憩所を増設している。利用者が増加傾向にあり、 ゴールデンウィークや週末等の繁忙期には最大3時間の順番待ちが生じている。また予約ができない、他人数の同時利用が難しい、駐車場が少ないといった運用上の問題がある。このため別府市では拡張を検討し、2017年度に民間事業者から意見、提案を求めるサウンディング調査を実施して、 隣接する旧別府市美術館を解体して、跡地を含めて一体的に整備する方針を固めた。事業の対象は、既存の別府海浜砂場部分が3687平方メートル、旧市立美術館部分が6880平方メートル。2018年度に改修及び運営を行う、事業者を公募、決定し、リニューアルオープンは2020年を予定している。 砂湯、内湯、休憩室、足湯を有する。砂湯は、最大で12人が、同時に利用できる層が2区画あり、交互に、お湯を満たして砂を洗い、いつでも清潔に保たれるようになっている。2016年度の砂湯の利用者は53,374人。ありがとうございます。